丹精込めて作られたものが補助で廃棄されている現実に直面いたしまして、届ける仕組みを開発したいという思いがございました。冷蔵車がなくても簡易にコールドチェーンを実現することができますので、もう今まで使えなかった貨物船とか鉄道でもですね、運べるようになる。フードロスというものがですね、大きくこう改善できる飢餓も救えるんじゃないかなということを考えています。